高橋みのりです。桶玉先生が亡くなられて50年という月日が経ったようですけれども、全く昨日のように先生のことは思い出されます。先生はとにかく時々遊びに来てええという時々ないかこれ、それじゃあお願いしますと言って時々お邪魔するようになって、そしてまあその合間に少しずつ手伝ったりして、それで1週間に一遍ずつはあのモデルさんが来てねやるのに、僕もその脇で一生懸命やら書くのをやらせてもらったり、そんなことしてあの過ごしてるうちに、ちょっと今度楽器も少し増やしていかなきゃならんかななんていうことで、ちょっと、もっと手伝ってもらえないかっていうような話で、あ、それはいいですよっていうだけで、それからはこうより一層しょっちゅう行くようになりましたそれで、あ、そのうちにいや、そんな少なくてバレークようになって、お小遣いをバレークようになって、申し訳ないななんて言っているうちにプリマ楽器の話が出てきてね、いや、それじゃあその線に乗って楽器作ればもうちょっと本格的にやろうかなっていう話になったんで、それじゃあっていうわけでもういやいや本格的にね、楽器作りの手伝いもするようになった。いつまでたっても桶玉先生は私の大事なお師匠さんです。